こんにちは、みーです。このチャンネルでは毎週金曜日に紅茶に関する動画をアップしています。気になる紅茶のレビュー動画をたくさん投稿しているので、ぜひチャンネル登録してください。さて、今回は食洗機や電子レンジ対応の便利でおしゃれなティーアイテムをご紹介します。先日、こちらの新しいティーカップ&ソーサーをお迎えしたので、ご紹介していこうと思うのですが、なんとこちらの2脚、とっても可愛いのに、食洗機も電子レンジも OK の優れものなんです。今回は、この新しいカップ&ソーサーと合わせて、食洗機電子レンジ対応のおすすめの便利なティーアイテムをご紹介します。それでは、新しくお迎えしたこちらからご紹介していきましょう。まずは、フッチェンロイターのエステールというシリーズのティーカップ&ソーサーです。フッチェンロイターは、1814年創業のドイツのブランドです。200年以上歴史のあるブランドで、ヨーロッパのクラシックとモダンを表現したコレクションは、世界中の人々に愛されています。その中でも、こちらのエステールは、涼しげなブルーと華麗な小花柄のデザインが人気のシリーズ。ティーカップは19世紀末にデザインされたバローネスシェイプと呼ばれるクラシックな形状のものです。ちなみにバローネスとは男爵の階級を持つ貴婦人という意味で、男性のバロンに相当するものだそうです。貴婦人を連想させるような可憐な小花柄と、まるで中世の宮殿のようなレリーフが見ていて優雅な気分にさせてくれます。持ち手部分は細く透かし彫りになっていて、繊細でとっても丁寧な作りです。カップの底面は糸切りがなくレリーフが続いており、どの部分をとっても繊細な作りが魅力的です。冒頭でもお伝えした通り、こんなに素敵なデザインなのに、食洗機も電子レンジも対応しているので、とっても使い勝手がいいですよね。おもてなしにはもちろん、日常的にも使いたくなっちゃう素敵なカップです。続いて、ウェッジウッドのタフェッタフラワーというシリーズです。ウェッジウッドは1759年創業のイギリスの陶磁器メーカーです。ロイヤル・ドルトン社と並ぶ世界最大級の陶磁器メーカーの一つで、現在も英国王室の御用達ブランドとして愛され続けるブランドです。タフェッタとは、タフタ織という平織物の横方向のうねを思わせるエンボスと、18世紀のウェッジウッドのパターンブックに記載されているアーカイブモチーフを元にした花柄が特徴で、布地に繊細な花の刺繍が施されているかのようなデザインが魅力のシリーズです。ティーカップ側面の立体的なエンボスとフットのついたデザインが可愛いですね。そしてよく見ると飲み口に緩やかなカーブがかかっているのも、控えめながら優雅なデザインでこだわりが感じられます。ソーサーにも同じくエンボスがついています。こちらもカップ同様、横から見ると縁にウェーブがかかっているのがわかります。お花の柄も色とりどりで可愛らしいですね。ブルーの縁取りがアクセントになっていて、輪郭をはっきりさせてくれているので、シンプルながらもしっかり存在感のあるデザインです。続いて、ナルミのシルキーホワイトです。ナルミは1946年創業の日本の陶磁器メーカーで、世界三大陶器メーカーの一つとも言われています。特にボーンチャイナが有名で、日本だけでなく世界中のホテルやレストランで愛用されています。中でもシルキーホワイトシリーズは1977年発売以来のロングセラーのシリーズで、野に咲く小花の優雅な曲線をイメージしたレリーフと優しく手になじむ形が魅力的なデザインは、食卓の白い宝石とも呼ばれています。シンプルで繊細なレリーフがどんなシーンにも溶け込む使いやすいデザインです。飲み口は薄く、少しウェーブがかっていて上品さがあります。ソーサーも同じくウェーブがかかった上品なデザインです。カップの大きさも 200ml と少し小ぶりのサイズ感も可愛らしいですよね。もう毎日のように愛用している私のお気に入りです。続いて、
均等のユニティシリーズのカップ&ソーサーです。均等は滋賀県に本社を構えるキッチンメーカーで、ティーウェアやテーブルウェアシリーズ、コーヒーメーカーなど様々な商品でグッドデザイン賞を受賞しているブランドです。ガラス製のカップはいろんなメーカーから販売されていますが、均等のこのぽってりしたフォルムが可愛くて気に入りました。持ち手は指一本が入るくらいの大きさです。そして非常に軽くて持ちやすく、底が広くて安定感があります。ホットでもアイスでも活躍してくれて、1年を通して使いやすいカップです。続いてアフタヌーンティーリビングのウッドドレー付き耐熱ティーポットです。アフタヌーンティーリビングは生活雑貨を中心としたライフスタイルを提案するブランドです。キッチン用品をはじめ、インテリア雑貨やウェアなど幅広く展開しています。こちらはウッドトレー以外はすべて食洗機対応、ガラスポットは電子レンジ対応です。たっぷり入れられる 620ml のサイズで、ティーカップおよそ3杯分程度入れることができます。お湯の量が一目でわかるメモリ付きでとっても便利。しかもメモリがティーカップのイラストになっていて、とっても可愛いんです。ストレーナーと蓋が一体になっているので、茶こしいらずでお茶を入れるのもお手入れも簡単です。ゴムパッキン部分は取り外しできて、ポットの口も広くて洗いやすい。リーフティーをお手軽に入れたい方は絶対重宝するアイテムです。続いて均等のユニティワンタッチティーポット 460ml です。先ほどのアフタヌーンティーのティーポットと形状は同じですが、アフタヌーンティーは容量が 620ml あるのに対し、こちらは 460ml と少し小さめです。大きなサイズのポットでは一人分の紅茶を入れようとすると、使用するお湯の量が少なく、茶葉をうまくジャンピングさせることができないため、後からこちらの小さいポットを購入しました。紅茶 1、2杯を入れるのにはちょうどいいサイズなので、普段使いや一人暮らしの方にはぴったりです。こちらもパーツを分解してお手入れが可能です。すべてのパーツが食洗機対応。ガラスポットのみ電子レンジ対応です。ストレーナーは目が細かく、ダスト状の茶葉でも問題なくこせます。お手入れが簡単なので、撮影はもちろん、普段紅茶を飲むときにも重宝しています。続いて、サーモスの真空断熱タンブラーです。サーモスは1904年にドイツで誕生した調理用品などのブランドで、保温性に優れた魔法瓶が有名ですよね。ブログや動画編集などの作業時間に紅茶を楽しみたいと思い、長時間しっかり保温できる、たっぷり紅茶が入る、すぐに飲めるスライド蓋付きという条件でタンブラーを探していたところ、こちらを見つけました。スライド付きの飲み口は広くて飲みやすいです。こちらは電子レンジ負荷ですが、パーツはすべて食洗機対応で、タンブラー本体、蓋、ゴムパッキンのみで、スライド蓋は取り外しも可能です。容量は 400ml で紅茶2杯分ほど、たっぷり入れられて長時間温かい紅茶を飲めるので重宝しています。ちなみに 300ml の小さいサイズもあります。カラーバリエーションはホワイト、ブラック、ブルー、ライトブルーの4種類があり、どれも日常に馴染む使いやすいカラーです。自宅ではもちろん、オフィスなどでも活躍してくれるので、お仕事用にもおすすめですよ。またここでご紹介したもの以外にも、食洗機電子レンジ対応の素敵なアイテムがあるので簡単にご紹介します。カップ&ソーサーだとのりたけ、ココフルール、レッジウッド、フェスティビティ、なるみ、ルーシーガーデン、アフタヌーンティーリビング、パラレルシリーズ、耐熱ガラスのレモン柄などなど、このあたりが食洗機電子レンジ OK なシリーズとなっています。この他に便利なアイテムとしては、ハリオの水出しポット、フィルターメッシュ付きの蓋なので、茶葉とお水を入れて水出しアイスティーを作ったら、そのままカップへ注げます。
熱湯を注ぐこともできる耐熱ガラスで、食洗機も OK です。均等、ループ、ティーストレーナー、指でスライドすることで開き、1杯分の茶葉をすくうことができるので、そのままマグカップなどに入れて抽出できます。ティーメジャーいらずの便利なストレーナーです。ということで、おすすめの便利なティーアイテムご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。お気に入りのアイテムや便利なアイテムがあると、それだけで気分が上がってお茶を飲むのも嬉しくなりますよね。皆さんもお気に入りのティーアイテムを見つけて、楽しいティータイムを過ごしてくださいね。ご紹介した商品は概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。インスタやツイッターではハッシュタグみーの毎日紅茶で毎日違った紅茶を紹介していますので、ぜひフォローしてください。またブログでは動画では紹介していない商品のレビューもしていますので、気になる方はぜひブログもチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。